はい、どうもさん、こんにちは、なおです。今回ですね、 V ジャンプの付録の身勝手の極意、日差しにチェンジできる悟空を使って、パワー100万超えに挑戦してみました。そんなにパワー上げる必要ないだろうっていう風にね、思われるかもしれませんが、実はですね、パワー10万と、パワー100万とでは、大きなね、ダメージに差が出るということが、スーパードラゴンボールヒーローズになってから、起きてまして、その、10万の時よりも100万の時の方が、格段にダメージが高いんですよ。で、100万と言わずに、200万300万というふうにね、上げていけば、どんどんダメージも上がっていくので、多分その青天井になったんですかね。はい、もうね、パワーどこまでも上げればダメージもどこまでも上がるっていうふうに、なってるみたいなので、今回はですね、パワーがチェンジで5倍になるということで、こちらの悟空を利用して、おなじみのターブルでパワーをまずは永続で、アップさせて、で右下にその悟空の一家がいると思うんですが、ここでですね、親子の絆ユニットですね、はい、このメンツだと、親子の絆ユニットを2回発動させる、ことができるんですが、こちらもその仮面のサイジンみたいな感じでパワーを永続で、2倍にするという効果なので、そのターブルでパワーを上げた後に、パワーを永続で2倍にするというものを2回使って、その後でチェンジで、さらに永続で5倍と、いうことですね。はい、でここまで来るとその元のパワーがですね、身勝手悟空5400ぐらいあったかな、確か。なのでそこら辺もね、元のパワーも高いのが、影響してくるというような感じになってますね。で今回敵が3回攻撃してくるところを選んでいるので、1ラウンド目でパワーが1万5000プラスされます。でその時点で2ラウンド目でユニットをまず1回発動させて、2倍で、この2ラウンド目でもまた敵が3回攻撃してくるので、また永続でプラス1万5000で、3ラウンド目でまたユニットを発動させて、さらに2倍、はい、この時点で4倍、で、このラウンドで身勝手悟空をアタッカーにさせて、とどめとして、さらに5倍ですね、はい、ここで驚愕の5倍、でいくつになるかというと、大体計算した感じ、120万ぐらいかな、正確に言うと確か120万ぐらいで、チャオズが入ってるんですが、こちらがですね、金縛りの術でリンクラインを受けた仲間が敵のガードとダメージ軽減効果を無効にして攻撃できるというものですね、はい、こちらでガード1にすることなく敵のガードを無効化、させて素のダメージを通そうというような、感じの、三段となってます。はい、でヤムチャは、おなじみのエナジー稼ぎですね、という感じですかね。はい、悟空がバーサーカータイプで、その基本の攻撃力が高いんですよ。でそれに加えて、必殺技も高威力ということで、かなりのダメージが期待できるんじゃないかなと。ではね、早速こちらのデッキでプレイ動画の方を撮ってまいりましたので、そちらの映像の方をどうぞ。恐ろしい敵だ。君の力だけが頼りだ。頑張ってくれ。どうやら人間勝負になりそうですね。あれはスーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。仲間のアビリティ発動だ。シェンロンメダル効果で体力がアップしたぞ。バトルアプリのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンドワン、敵のアビリティ発動だ。アタッカーを付ける赤いエリアで敵に攻撃。よし、作戦設定。仲間のアビリティ発動だ。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回った。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル1だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。スーパードラゴンボールバトル発生。お騒がせ。しまった、スーパードラゴンボールが奪われてしまった。仲間のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。
る。ボタンを押してユニットを発動だ。ユニット効果発動。アタッカーを切る。赤いエリアで敵に攻撃。よし、作戦決定。仲間のアビリティ発動だ。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回った。パワーがたまったぞ。スーパードラゴンボールレベル3だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。ドラゴンボールをゲットしてスコアがアップしたぞ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。